ヤーマンリリムライダーチャンネル、リリムライダー、本日の企画は久々のタトゥー入れてみた、やっていきたいと思います。今回でですね、パート1、パート2、パート3に続きパート4やっていきたいと思います。それではレッツタトゥー、ブー。今ね、学校終わりで1時なんですけど、3時からタトゥーなんで、ちょっと昼飯をゲットしに行こうと思います。レッツゴー。はい、今日の昼食はパティ。ちょっと並んでるんですけど、時間あるんで並びたいと思います。最近パティにコーヒーを合わせるっていうのにハマっているので、ちょっとコーヒーを紹介したいと思います。だいたいガソリンスタンドにコーヒーは売ってはります。このね、コインをもらえるんですけど、これを投入して、押します。ちなみに常夏やのにホットしかありません。やまん。そしたら紹介していきたいと思います。まずね、このココブレッド、こいつを切れ目が入ってるんで開けてやるんですよ、パカッと。そしてパティを挟むと、これでなんかハンバーガーみたいな感じになります。これで日本円で300円ぐらいで食えます。いただきます。これがめちゃくちゃうまいです。このココブレッドも少しあったかい感じでいい感じなんですよね。で、中にはチーズとビーフ、これはね、日本のマクドのチーズバーガーをなんかミンチしたような感じで、パイで包んでパンで挟むと最高のコンビネーションです。そしてコーヒー、これが130ジャムなんで、これも100円ぐらいなんで、これで400円、日本円で400円で楽しめます。おすすめセットです。めちゃくちゃ暑いんですけどね、暑い中飲むスープとかコーヒー悪くないですよ、意外と。やばい。そしたらちょっと食事したいと思います。後ほど。ここは図書館がある公園なんですけどね、こうやって木の下でゆっくりできるんで、お気に入りのスポットです。ご飯食べたり、ホームレスの人とかもね、ここで寝てはったりしてます。やば。これ溜まってるとね、タバコくれっていうおっちゃんが来ます。やば、なんか反応してムービー、ムービー、ムービー、イエー、トークプリーズ、オッケーオッケー、セイコンファジャパン。African dream that brought me up. Get music if possible. Get music can ever last.
さたくも。そろそろ3時になるんですけど、なんかおります。はい、そしたら向かいたいと思います。今日はこれ入れていきたいと思います。おオーケー、シャマン。年末にパナマに行ってたみたいで、ニューマシンです。音がね、静かになって痛みがちょっと軽減されてる感じです。続き頑張っていきましょう。やばーん、やばーん、ミスター、やばーん、ビッグソーン、やばーん、サムシャープスクエアを眺めながらタトゥーを入れてます。おー、めちゃくちゃ綺麗。こっからどんどん続けていきます。綺麗やな。やばい。残りのカラーは水色でいきます。水色が終わりました。次がね、ブランドのアイデアでオレンジ、うん、いつもね、何かアイデアをプラスしてくれるのが彼の技です。おー、渋い。終わりました。最後ね、オレンジを足してもらって、こうバランスよく仕上げてもらいました。リスペクト。終わりましょう。はい、晩御飯のコーナーです。タトゥースタジオの横の横にあるお弁当屋さん、ここね、美味しいんで紹介したいと思います。レッツゴー。この中から選ぶっていう感じで、この奥のね、スイート&サワーチキン、これがね、骨なしで唐揚げみたいな感じで食べれるんで、これが気に入ってます。
もうちょっと時間が遅いんで魚とかは終わってます。これで、L サイズ、LMS と。完璧に。Yes。メニューはこんな感じ。キャベツを入れてくれます。以上、タトゥーパート4でした。いつも見てくれてる皆さん、リスペクト。よかったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではリコモー、ボーボー。